はい、今日は2日でございますね。深海に行け、アグリさんとテラベルさんでございますね。アグリさん、いろいろとヨーロッパを広い感じ、スペインね、モルドバとか、あとアメリカもありますね。そしてテラベルさんでございます。じゃあ2つまとめてご覧ください。いきます。最後に黒飲みました。あ、まだです。お待たせしてしまいました。とんでもないです。ありがとうございます。上がシラーのスペインモンさんですね。モンさんですね。マスロッチさんの作るレ・ソルツ・ジョバ、ジョバがヤング、若いっていう意味です。ヤングなブドウでヤングな人のために作った。確かにこれヤング感ありますね。ヤングですね。ヤングです。確かに結構ストロベリーというかその赤いフルーツ系がかなり強いなと思います。そうですね。もう本当にピチピチとしたフレッシュ感にあふれるワインだと思っていただければ。品種が何でしたっけ？品種これがガルナッチャか。ガルナッチャカリニャン。カリニャンだったかな。作付けだったよね、確かね。本当にそうね。あ、2020年の2000円ですね。あ、モンサンっていうね場所が非常に今注目されているスペインの地方でございますのでね、それがこんな安く2000円台で止めることでないと思いますので、それがアグリさんといいます。これ買いですよ。これ買いですね、本当に。ぜひ飲んでいただければなと思います。じゃあソムリンポイントいきますか。ソムリンポイントちょうど3点でしょ。はい、2003点のなかなか非常にコスパがいい。素晴らしいです。いいです。何食いたい？サラミとかですかね。サラミね。あ、いいね。めちゃくちゃ合いそう。あれなんだっけ、サルチッチャ。サルチッチャがそっち系のソーセージ系。ソーセージ系も最後にやっております。おい、おすすめです。フランスブルゴーニュですね。はい。フレリックマニアン。マニアン飲み比べです。2021年。2020全部2021でしたね。すごいです。40アイテム。いやもっとだ。46アイテム。46アイテムすごい。2021年の、今回はマルサネルージュロンジュロワ。2021年5800円ですね。はい。今回ね本当にそもそもフレディックマニアンの場合はもうほぼ赤です、赤なんですけども、中にはね白もあったんですが、ムルソも美味しかった。ムルソもね美味しかったし、ピュリーも美味しかったんですけども、やはりちょっと今回はマルサネで生かしていただきたいと思います。このロンジュロアがやっぱり良かった。ロンジュロアっていうね畑自体はやっぱりマルサネの代表とする畑だと僕たちは思っているんですけど、本当に味わいもギュッと凝縮感がありつつ、2001年のエレガントさを表現して素晴らしい感じだと思いますね。いいですね。素晴らしい。ズカちゃんの疲れが見えてる。ズカちゃんがちょっと疲れてますね。さすがにね。スミレの味が。スミレの味がする。スミレの味が。もうちょっと声張っていただいて。スミレの味がしますね。よかったです。今回さ、例えばこうシャンボール、あとモルサンドとかね。あと自分しゃべるからやってはいるんだけども、価格が今回これが5800円ってなるとすごくコスパっていうのを考えましたね。はい、じゃあソムリンポイント。ソムリンポイント 4.6 でどうでしょうか。素晴らしいです。なかなかねいいですね。何食うかはね考えちゃうんですね。多分ね同じになっちゃうんでエポアスですね。ザ王道できましたね。エポアスですね。間違いなくエポアス最高だと思います。はい、フランスブルゴーニュですね。フレディック・マニアンさんの作る今回マニアン特集なんですけど、ボーヌ・ロマネ、オーシャン・ペルドリ、こちらはジャー熟成ですね。2021年15000円です。15000円でございます。わあ、ボーヌ・ロマネが来ました。いこれなんだかんだやっぱりボールのロマンでね、2021年もやっぱりちゃんと美味しくバッチリ持ってくるような、ね、場所だと思いますし、ペルドリっていう場所ですね。もうペルドリといえばなんかうずらの目でしたっけ、あれってうずらの目ですか ね赤い感じっていうことですね。綺麗な赤、ルビー色ですか、ね。ド名の名前にもね、ペルドリという生産者がいるぐらいに本当に代表的なボーノロマニの場所だと思っております。華やか。なんかこう内側でも飲んでたんですけど、外で飲む方が香りがすごい開いていいなと。本当ですね。ちょっと暑いけど。暑い。現在超ムシムシでございますけど、まあね、撮影のことも考えてね、こういう風にちょっと外側でやらせていただいております。美味しい。すごいですね。まだまだ広がりそうなね。今回グランクリオもあったんですけど、なんか割と匹敵するようなうまさを感じます。コストパフォーマンスとかいろいろ考えたときにはやはりこの、なんだろう、ちょっと下のランクでもやっぱこのくらいのやつが多分僕たちの中ではおすすめかなっていうふうに思います。もちろんね、グランクリオむちゃくちゃ美味しいんですけど、このオープルドリ素晴らしいかなと思いました。ということでサモリンポイントお願いします。サモリンポイント 6.2 はどうですか。 6.2 はい、じゃあこれ何聞いたエパースですか。エパースかなやっぱりエパースですね。いやー、じゃあエパースです。ういはい、終了でございます。お疲れ様でございました。まあちょっとね、やっぱりこう、毎年恒例と言いますか、こうなんかフレデリック・マニアさんのいろんな、畑を飲み比べる会、面白いですね。やっぱり2021年というヴィンテージをまた再確認させていただきましたし、あとやっぱり畑別とか、畑によって石も違いますね、土壌が。そうなんですよ。まあということで本当に美味しいございました。ぜひですね、あちらの日本お買い求めいただければいいと思います。池田さんです。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。でまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。